文中女子は、筑後国商用軍の国人領主で、筑後十五条の一つ。大友氏悲観で、その没落後は、小早川氏、ついで、柳川藩を藩主立花氏に西館。柳川藩士時代に成立した文家に、町野氏がいる。苦行部人に、三好清幸。淡路守十五一した敷地の三男。母、佐伯氏とある、三好清幸の後裔の三好康信が、 鎌倉幕府の門中女出事となり、筑後商用軍に所領を得る。この孔雄が、大友義直の貢献として、九州に同行する。その孫の安行が、昭和2年鎌倉から九州に下校し、土着、筑後国商用軍を領し、門中女安行と名乗ったのが始まりである。安行の後の宇治安から正安の代は、室町幕府方向州として、 足利将軍家から返旗を賜っていたが、正康の子、砂甲の代からは、畜後文語主語の大友氏悲観として活躍、一時期を除いては、代々大友氏当主からの返旗を賜るようになる。文中所三鶴系の代で、大友氏没落により、小早川高景に主観したという。三好康信公春安下地公へ、文中所康行小早川秀明の天保後に、 小早川主家臣である、門中女性連が、関ヶ原の戦い前に、立花宗茂に仕官。その後、宗茂が改役されて、加藤清正の触覚になるとこれに随行。慶長7年に、宗茂が、日後国を出ると、そのまま加藤家の家臣となる。現那6年に、宗茂が柳川藩に再封されると、再び、宗茂に仕えて、柳川藩士となる。 聖廉以降は、高達、安豊イコール安吉、安則イコール安行、高広し安重と続く。寛永六年の、総茂る高、三好志幸府町では、矢島岩見守る組に、五百国、物頭、門中女サブロベと、同、部屋住みに、しかも、門中女古兵とある。また、同資料では、門中女サブロベは、筑後長岩城主で客分であり、 サブロベイの母と、そうしげるとが親戚であったとしている。有馬一騎九騎に、矢島門戸聖組に、十六人、馬一匹、門中書、三江門、万事三年の、忠重公げ代の文元町の矢島門戸聖組に、同三百五十国内、三倉村、門中書うぬめの助遠方九年の、遠方九、鳥戸七行鳥無足淵方ともでは、物頭組に、 三350国、門中書、三江門、聖徳元年の、聖徳元年侍長の者頭に、350国、門中書三江門とある。その後も柳川藩主として続き、幕末には、柳川藩中郎で、日置流休術や山賀流標法、長沼流法術師範でもある、門中所安重がいた。ありがとうございます。